皆さんこんにちは。防災国体オンラインセッション04の時間となりました。無事につながっておりますでしょうか。お時間となりましたので始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。現在本日登壇の皆様と無事に回線がつながったところでございます。そして防災国体のサイトから全国の方が見ていってくださるということになっておりまして、ちょっとその状況確認できませんけれども、ご視聴いただいている皆さんありがとうございます。今日こちらのセッションは、災害伝承ミュージアムセッション with コロナ時代の課題と展望というタイトルで、90分お届けいたします。最初に私が平林と申します。人と防災未来センター企画ディレクターということでさせていただいておりますけれども、今回のこのセッションの首謀者といいますか、発案し段取りさせていただいたものです。今日は私が進行をして、過ごしていきます。そして、プログラムにも見ていただいてくる方はおられるでしょうか。旧施設、全国から旧施設のご登壇者にお集まりいただいております。それぞれの方のご紹介は今はご紹介、省略し、最初、今日の流れをご説明いたします。プログラムの絵を出せますか。ぬくいさん、プログラムの絵は出せますか。はい、今、配信のサイトではプログラムの絵が出ていると思います。今日まずですね、我々、先般9月に全国のミュージアムに、打診差し上げてアンケート調査をいたしました。50施設から、リアクションをいただきまして、回答いただきまして、その成果をまとめました。これを今日概要をですね、私の方から10分ほどかけてご説明差し上げたいと思います。その後は9団体をお集まりいただきましたので、その施設からそれぞれもう皆様大勢いらっしゃっていただいたので、持ち時間5分ということで大変短いんですけれども、プレゼンテーションをいただくということで過ごしていきます。そして最後、予定通り行きましたら、時間が約20分ほど残ると思います。その時には、施設同士での、協議すべきこと、質問を交わすとか、そういう時間に少しでも当ててみたいと思います。という流れでございます。で、そもそものこの私、アンケートのリサーチ結果に行く前に、この今回の趣旨について一言、申し上げておきます。まず、昨年の防災国体でもこのプログラムの前段となる集まりをさせていただきました。全国の4施設にプレゼンをいただくというような形だったんですけれども、今年どうしようかということで考えて、やはりこの全国の災害伝承ミュージアムという言い方をさせていただいていますけれども、防災減災を伝える施設、それから災害の経験を伝えていくというミッションを持った施設が、まあどんなところがあるのかを知り合うという、知り合った後、まあもし共同できることとか連携できることがあるのかというようなことにやっと発展していくだろうというようなことで、まず知り合う程度でもいいからつながろうという機会に考えさせていただいたとで行いました。でそれをやっぱり今年も継続していこうという思いが年度の頭からございました。ただし今年はその新型コロナ感染症ということで、皆様がいろいろな局面に迎えられましたので、そのことを抜きに我々、来場者を招く施設として、それ抜きでは他の話もしにくいということで、もうこのコロナのことにどう取り組んでいるかということを正面から、考えてみようということで、そういう機会にする。ただその時に各自施設が自分の事例を発表しているだけでは多分その全体像が見えてこないだろうということで、先にその全国の状況、皆様どんな状況に置かれているかをリサーチさせていただくアンケートをやってみようということになった次第です。で今日はそのレポートについてをまず僕からこの後お伝えします。そして、あとは皆様に登壇いただくということでいきたいと思います。では続きまして、今日の流れをご説明したつもりでございますけれども、続きまして、僕の方からその今回のアンケートの結果というのをまとめたことの概要をご説明したいと思います。スライド切り替えられますでしょうか。は
はい、ちょっとお待ちください。今切り替えて、はい。まあ、全体、配信画面では、僕が、はい、ですね、こんなレポートをやっと夕べまとめまして、今、アップしたところでございます。全国から、まあ、60件ほどに打診差し上げて、60件ほどのミュージアムを探すということがあったわけですけれども、そのうち50件、ちょうどぴったり50件からご回答いただきました。ご質問差し上げたのは、まあ、コロナ禍においてどうなってますかというようなことで、いろいろなご質問差し上げております。そして、回答期間は9月の7日から15日ということでしたので、4月からの緊急事態宣言以降、施設がどうなってきたかという、9月時点までの情報をリサーチすることができました。このですね、レポート自体はこの今表示されていますサイトにレポートの PDF をアップしましたので、詳細ぜひこちらでご確認ください。ページを送っていただいてよろしいでしょうか。で、その中からグラフをいろいろ用いておりますが、これを見ながら概要をご説明していきたいと思います。まずですね、今この棒グラフ左にございます。これはコロナに関係ありませんが、とりあえず事前情報として各施設がいつ開設されたかをリサーチしております。その結果見えてきて、ほうなるほどと思いました点が、2010年以降に25以上の施設が開設されております。なるほどと思いました。要は50件のうちの半分以上が2010年からのことです。こういう時代を我々生きている。そして東日本でもその他の地域でもまだこれからミュージアム的現場が増えていくと思いますが、だんだんこの時間の中でミュージアムが増えている状況というのは、今まさに増えつつあるという状況が確認できました。で、右の円グラフですが、そのうち無論なんですけれども、これ、緊急事態宣言がありまして臨時休業措置を取るところはもう大半であったという絵でございます。次お願いします。ここからデータいただきましたものを数値的に判断評価できる集計をしていった事例が続きます。まず、通常運営体制がどのように変わったかということのいろいろな結果が具体的に見えました。清掃をきちんとするとか当たり前でございますが、皆さんされてます。右の下の方にですね、運営要員をスタッフを減らすということが非常に少なかったというようなことが見えました。次お願いします。次はですね、その、まあ、コロナ対策をしながらも展示をしている段でどんなことが行われているかということで、我々展示施設には、選択肢があります。この現場を施設がオープンしても一部閉鎖するとか、あるいは触れる展示というのが今これまでは多かったわけですけれども、それを取りやめると。そしてもう一つ最後、下の方のグラフはですね、その我々やっぱり運営を人頼み、語り部さんとか運営スタッフ、それもボランティアということもあるでしょう、そういう方に頼る部分がありますけれども、そのことがどういうふうになっているかというようなことをリサーチしております。そういうのが数字で出ています。次お願いします。こちらではですね、その、まあ、コロナに対応する感染症予防措置をすることでどんなことに困ったかというようなことを聞いています。で、使用毒液、除菌剤等の入手困難であったとか、そういう具体的なことが見えてきております。逆にですね、下の3つのグラフを見ますと、困ったことそんなにそれほどはですね、なかったような気配もありまして、皆様無事に運営されてきた、この辺に乗り越えてきたというようなことも伺える面がございました。次お願いします。さて、そうやってですね、我々施設というのは運営を再開してきているわけですね。今、通常運営に戻ろうという休館措置から明けてきてますけども、さてそこで肝心の利用者がどういうふうに推移しているかというのは心配なところです。この3つのグラフでは、まず1つ目、一番左のは利用者がどれだけ減ったかということで、
青い蛍光から緑まで、青から緑までの大体のグラデーションでこの減った感じが分かるんですけども、大半のところがですね、去年までに比べたらやっぱり1割に満たない、1割、2割のあたりのところに、だということがまあ見えてきております。これだけ利用者が減ってしまった。その中で2番と3番のご質問は、イベント、まあ、通常の会館、してる横でいろいろワークショップやったりイベントやったりということをします。それの方の参加者はどうだったかと。これもやっぱり目に見えて減ったということが分かるのと、一部、まあ、通常保ったというところが見られます。そして、じゃあそのイベントの頻度を聞いたわけですけども、3つ目はそれに対してそれの参加者はどうかということを聞くと、やっぱりイベントやっても参加者が激減しているという方が多いというようなことが見えてきました。これはですね、青字でちょっと書いたんですけども、対応としてオンライン、リモートを取り入れたことを反映してもなお、あまり伸びなかったのかなということが推測される状況になっています。次お願いします。ではですね、その、まあ、一つこのコロナ禍の全体的状況として、このインターネットとオンライン、リモートとを活用したことというのが全てのジャンルで進展しているわけですけども、我々この施設運営の立場としてその辺がどうだったかというあたりのデータになります。これをやっぱり積極的に進めることができたところから、それがなかなかできないところまでいろいろあるということがまあ見えます。それの上で課題がどうだったかということも見えてきました。次いけますか。次お願いします。ただしその目に見えた成果が出たかどうかはともかく、オンラインをやったことにおける利点というのを感じている方もいらっしゃいました。数はそんなに多くないかもしれませんけども、実践された方の中には確かにそういう方がおられます。そして、まあそれを役にですね、それせっかくやるんですけども、やっぱりいろいろトラブルは、今日のこのオンラインミーティングもですね、どっかでつまずくかもしれませんけれども、まあ、そういうことが日々起こることを背中合わせにしながらしていたり、その技術的なことだけではなくて、この携帯でやり取りすることがうまくいくのか、本来のミッションを達成できるのかということについても課題もあるようなことが伺えるようなデータが揃っております。ありがとうございます。ですね、次送ってもいいですか。次が地図、はい、これですね。その後にですね、このレポートでは4ページにわたりまして、皆様に手書き、テキスト打ちしていただいた文章を、まあ、かいつまんでこう整理するという、カテゴライズして整理するということをしています。これをぜひ読んでいただきたい。さまざまなコメント集もぜひご覧くださいというのはそういう意味でございます。この図、グラフの後にその文字を配置しています。そこを読むといろいろ見えてきます。で、そのようなレポートになっておりますけれども、まあ、ここでどうであるかというのも本当かいつまんだ超まとめということで4項目。まずコロナ禍ということで利用者数が非常に減ったというのは、まあ、各施設いろいろな意味で大変なことになっているだろうというのが見えました。ですが困難がありますけども、さまざま皆様努力で、感染症予防措置という物理的な対策から中身のことまでさまざま工夫をされているということも見えてきました。それからその確かに利用者というのは減ってるんですけども、その中で対面をして運営すること等ですので、いろいろ良い面の気づきというのも持たれているところがあるということも見えてきました。それからその先ほど申し上げましたけども、オンラインの活用ということがどうだということで、まだ渦中にあるのかもしれません。うまくいくかどうかチャレンジしている最中かもしれませんけど、良さ可能性もあるけど、まあ来場者が減ることに対して、そういうことがどう取り替えた形でも成果になるのかとか、そのあたりはまだまだですね、安心できるところまでは行っていない、課題がこれからもあるだろうというようなことが見えた、まあ、集計結果となっているかと思いました。皆様も皆様の目でぜひご覧いただいて、ご自分の施設、そして全国の皆様の関係を見ていただきたいと思います。ということで、簡単ではありましたけども、このレポートについての振り返りをさせていって、紹介を発表ということでさせていただきました。ありがとうございます。それでは、続きましてですね、
次の段にいよいよ進みたいと思います。今日はこのアンケートリサーチでですね、登壇、この場に登壇いただくご意思があるかということをお尋ねして、OK とお答えいただいたところ、9施設にご登壇いただくことにしました。時間が大変短いんですけれども、各施設5分プレゼンテーションをいただきたいと思います。まあ、幸いといいますか、コロナによってですね、このセッションが実はオンラインでやることになり、広島で我々出向いてやることにを考えるよりは、これだけの皆様にお集まりいただけるという非常に良い面も一つあると思いますが、そのような形で皆様、これから9団体よろしくお願いします。ご準備よろしいでしょうか。ではまず、一つ目の施設、気仙沼市東日本大震災遺構伝承館の佐藤さん、お願いいたします。はい、それでは皆さん、よろしくお願いいたします。次にお願いいたします。私は気仙沼市東日本大震災遺構伝承館の館長の佐藤克美と申します。よろしくお願いいたします。私は平成23年東日本大震災発災時から気仙沼市の災害廃棄物処理事業の担当をし、平成28年4月には熊本地震の被災地である南阿蘇村へ気仙沼市職員第一陣として派遣され、災害廃棄物処理事業の支援を行い、平成30年1月から館長として勤務しております。次お願いいたします。気仙沼市は気仙沼工業高校旧校舎をありのままの姿で震災遺構とし、防災・減災教育の拠点として伝承館を併設し公開しています。昨年3月10日からオープンしまして、おかげさまで先月27日に来館者10万人を達成することができました。それでは震災遺構伝承館のプロモーションビデオをご覧ください。お願いいたします。2011年3月11日に発生した東日本大震災の大津波とその後の大規模な火災は、気仙沼市に甚大な被害をもたらしました。気仙沼市東日本大震災遺構伝承館は、津波で4階まで被災した気仙沼工業高校の旧校舎をありのままの姿で震災遺構として保存し、展示や研修会場を備えた伝承施設を併設しています。気仙沼市では将来にわたり震災の記憶と教訓を伝え、警鐘を鳴らし続ける目に見える証として活用し、津波市ゼロの街づくりを目指します。次お願いいたします。気仙沼市震災遺構伝承館では、地元気仙沼災害震災伝承ネットワークの語り部24名が自分の体験や教訓などを来館者に語りかけます。次お願いいたします。未来への伝承として、大人の語り部のほかに地元中高生約80名が語り部の指導を受け、伝承館のイベントとして不定期ですが語り部活動を行っています。次お願いいたします。コロナウイルス感染予防のため、今年4月6日から5月31日まで休館いたしましたが、外出自粛をしている方がご自宅などで震災遺構の気仙沼工業高校旧校舎を見学していただけるよう、一般社団法人 VR 革新機構の協力のもと、気仙沼市東日本大震災遺構伝承館をホームページで全国あと2分後ぐらいに僕の出番へ発信しています。また図書コーナーには東北大学
災害科学国際研究所所長今村文彦教授の東北地方太平洋沖地震による津波の発生と挙動、気仙沼市周辺での津波の挙動をデジタルサイネージで公開していますので、本日ご視聴の皆様、ぜひ気仙沼市東日本大震災遺構伝承館へお越しいただきますようお願いいたします。以上で気仙沼市東日本大震災遺構伝承館の紹介を終わります。ご清聴ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では続きまして、同じ東日本から東日本大震災メモリアル南浜津波館、中川さんお願いいたします。大丈夫そうでしょうか。ありがとうございました。こんにちは。あ、ちょっと画面映りますでしょうか。あ、こんにちは。311のライサポート中川と申します。石巻からよろしくお願いします。じゃあスライドの方をお願いします。映ってる画面が、はい、私たちは、つなぐ311の学びを生きる力にということで活動させていただきます。次お願いします。次々この画面出していただければと思います。で、私たちは、このような、ミッションをもとに活動してまして、次お願いします。震災学習のプログラム と、震災伝承施設の運営をしています。あの2つ出してください。もう1回お願いします。はい、このような形で、南浜南国館という施設を運営しております。次お願いします。あ、次の、はい、で私たちの、今私のいるところですね、後ろに頑張ろう石巻っていうのが見えてますけれども、この場所がですね、震災の時これだけのたくさんの方が亡くなっておりまして、今もまだ150名の方行方不明、こういう場所で、災害ミュージアムですね、こちらの方にあるこちらの方のミュージアムを運営しています。次お願いします。はい、こちらの方ですね、もっと私たちの後ろの方の場所なんですけど、この南浜津波館の向こうに実は、復興記念公園が広がっていく予定です。この次の3月にオープン予定なんですけれども、こちらの方のこの場所と、あとは、門脇小学校というところと、この場所をつなぐ施設として新しい施設を運用を予定しております。次お願いします。でこちらの方ですね、石巻市、宮城県、国交省、連携して、こういう東日本大震災に伝承していくという、そういう場所から中継をさせていただいてます。次お願いします。次のスライド、はい、でこちらの方ですね、やはりコロナの影響でものすごく減りましてですね、このように思いっきり減ってしまいました。で次お願いします。ですけどもですね、ここのところですね、先月から修学旅行がものすごく増えてるんですけども、まあ、こちらの、まあ、館の魅力というよりは、今日もですね、これから歩きのツアーがあるんですけれども、体験学習を組み合わせたツアーということで、たくさんの、中学生、高校生に来ていただくことができてきて、ちょっとずつ復活し始めています。次お願いします。で今からですね、こうやって施設を作っていくんですけど、次お願いします。で、こちらの方でですね、中学旅行生来てくれたんですけども、災害ボランティアしてみようとかですね、苦手科目を克服してみようって、こういうような変化を生み出してくださってます。次お願いします。こういう方々といろんな方々の協力を得ながらですね、新しい施設を作っていきたいと思って、今一生懸命準備をしているところです。次お願いします。はい、私たちの、施設ですね、この、ミート門脇なんですけど、311をでつながろう、未来のために動き出そうということで、次お願いします。iPadと思って歩くツアーっていうのをさせていただいてるんですけれども、サイン事業を限定に、やっぱり被災者だからこそ、地元だからこそ伝えられる施設ということで、こちらにご遺族の方ですね、娘さんの靴の映像ありますけれども、本当にこの場所で学んでほしいという願いとともに伝えていきたいと思っております。次の最後の、メッセージお願いします。この場所にですね、新しい施設を作っていくんですけれども、期待とそれからまあ悲しみとかもいろんなものを背負ってなんですけど、覚悟を背負って、あと借金も背負いまして、3月に、次の3月、震災10年の時にオープンしようと思ってますので、ぜひなんか皆さんも知っていただけたらなと思います。以上です。ありがとうございました。中川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今気仙沼さんと大丈夫です。気仙沼と南浜津波館ということで、2件その東日本の施設をご紹介いただきました。ありがとうございます。ちょっとだけコメントしますが、今度の3月で東日本大震災から10年ということで、この、まあ、震災起きた時には
全く考えられなかったその震災メモリアル施設というのが続々と今できてきてます。で今まさに、石巻も新しい施設が今度オープン10年をのタイミングにするということだと思いますけれども、そう考えると非常に感慨深いと言いますけれか、まあ、復興もさまざま進み具合あると思いますけれども、このような施設を作って今後に伝承していこうという動きが今東日本には非常に、しっかりと形になってきているというようなことをまあ感じさせていただきました。お二つの施設はまあその代表として出ていただいた形ですけれども、他にもたくさんの施設がございます。その方々たちともいずれ、いろいろとつながっていければと思います。はい、続きましてでは3つ目で、中越沖地震メモリアル町からの野村さん、お願いいたします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。中越沖地震メモリアル町からということで、新潟県にある施設になります。そのご紹介取り組み、施設の運営の仕方であったり取り組みを紹介させていただきたいと思います。では次のページお願いします。私の自己紹介ですが、中越沖地震メモリアル町からの方で防災のチーフコーディネーターをやらせていただいております。で普段は施設の運営や防災教育、あとは講演活動という形で、日々活動させていただいております。次のページお願いします。でこの中越沖地震メモリアル町からなんですが、2007年に起こった中越沖地震なんですが、2015年にオープンしました。で防災 の活動、機能だけではなくてですね、市民活動センターということで、柏崎の課題解決や、魅力創造に取り組む町のプレイヤーを、増やす取り組みをしている市民活動センターと、あと中越沖地震の記録や教訓を生かして地域の防災力を高める、私たちの方がやっている防災のメモリアルの方で2つの機能を持ち合わせたセンターになっております。で次のページお願いします。次いいですかね。はい、次もお願いします。でこの施設なんですけど、1938年、昭和13年に建てられた施設を活用してですね、そこをリノベーションして、日々運営をしているというような状況で、登録文化財の方にも登録されているという形です。で中の方の写真になりますが、次のページお願いします。はい、もう一枚ですかね。はい、こちらはですね、建物を建てるにあたって、多額の寄付をいただいた柏崎市出身の高橋忠兵衛さんという、像がこう置いてあってですね、そんな形で日々ご案内等もさせていただいております。で次のページお願いします。で地下の方に行きますとシアタールームということで、中越沖地震 の当時の映像であったりだとか写真、あとは被災者の声という形で記録をいろいろ残させてもらって、日々来館された方に対してですね、ご紹介させていただいているという状況になっております。で次のページお願いします。2階の講堂に上がるとですね、新型コロナの前であれば160人ぐらい入れてですね、講演会をしたりとかっていうのもあったんですが、今であれば距離をとって日々、防災 の研修であったりだとか子どもたちの学習なんかで来館を受け入れているというような形で、防災学習をやっているという形です。次のページお願いします。で1234と出していただいて、はい、大丈夫です。でコロナ禍における運営で特筆したいことということでお話もらいましたので4つ挙げさせてもらいました。館の方をですね、館を持っているということもあってですね、その館を利用してもらうっていうところがやっぱり一つなのかなと思いつつもですね、やっぱり利用者が行きたくても行けないという状況が続く中で、中でもずっといろいろ話を進める中で、今年はこの4つを少しこう掲げながらやっていこうということで、出せるものは外に出していこうということで、当然常設であるものを外してというのは難しいんですが、展示物や物品などで貸し出しすることやですね、書籍や映像等 もう外に出してですね、利用者さんに見てもらえるような活動をしていこうということと、2番目に書きましたが防災啓発のパネルということで、パネル等もありますので、そういった部分をですね、小中学校の防災教育に活用してもらうという形で、市内の小中学校にも出しているという状況です。でそういったことをすることにあたって、3番ですね、
こちらの館に来るというよりか、私たちスタッフがもう外に出てですね、出前講座をするというような形が、増えてきました。で、実際昨年度の数字よりもですね、もう現在で、どちらかというとこちらに来る来館者利用者さんよりかは、今年はかなり増えている状況になってますし、スタッフが外で出前講座する数も増えているなというような状況です。で、4番はこの町からの方でやっている取り組みをですね、しっかりと外に発信をしつつ、利用者さんに活用してもらうということで、取り組みの紹介などもさせていただいているというような状況で、新型コロナで、なんですけれども、の影響も多少はやっぱりあるんですけれども、利用者さんは少し増えているかなというような現状が今ありますというところで、地熱沖地震メモリアルの町からの紹介を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。今チャイムは中越 柏崎のチャイムが鳴ってます。お昼に皆さんなりました。昼防災無線があってですね、昼と朝になるようになっててですね、そんな形になってます。ちょうどお昼のアナウンスですが、皆さん我々は1時まで続けていきたいと思います。ですね、ちょっとだけ町からさんには僕もお邪魔したことありますけども、はい、まず建物がとても素晴らしいですね。本当に素晴らしい建物、昔のね、文化遺産的な建物をリノベーションされた場所で、そしてそこで、まあ、僕がお見受けした一瞬ですけども、その市民生活と非常に密接な関係のある場所で、施設運営が、まあ、防災のことを一色ではなくて、市民の暮らしがこうセットになった拠点的なとこと、その中で防災啓発を進めていかれているようなシーンを見せていただいて、とても素晴らしいなと思いました。しかも、利用者数がこの中において増えているということですから、とても一つ学ばせていただきたい事例と今思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では今まで3事例はその何か災害、震災を受けた後にの展開として、このような施設を作られてくる流れの中においてのケースでしたけれども、ここからは日本の真ん中に行きまして、今日は北から順番に発表いただいているわけですけれども、3つの施設は基本にはこれ震災伝承というよりは防災の伝える学ぶ施設が続くのではないかと推測しております。まず埼玉県防災学習センターソナーへの、吉田さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。埼玉県防災学習センターの吉田と申します。今日はですね、スライドではなくてですね、実際に、館内をですね、このカメラで映してですね、どういった、こちら、まあ、そのいわゆる防災啓発施設なんですけれども、まあ、どういった体験ができるのかっていうのを、まあ、実際に現地を見ながら、説明させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。この埼玉県防災学習センターその前なんですけれども、平成6年にオープンいたしました。で、かなり、まあ、長い施設になるんですけれども、一旦2年前、平成30年にですね、リニューアルをしておりまして、まあ、中の防災施設って先生の情報がまあ古くなったりとか、まあ、その上に張り紙をしたりとかして、ちょっとこう古ぼけていくようなものなんですけれども、まあ、一旦ちょっと刷新して、新しいものをたくさん取り入れて、作ろうとなった、施設でございます。はい。で、今ですね、まあ、1階に降りてきたんですけれども、ちょっと外側のカメラに切り替えます。1階こんな感じになっておりまして、はい、こちらはですね、防災の、災害のですね、疑似体験ができる、施設になっております。地震、それから、煙、暴風、それから消火の実践ですね、練習ですね、そういったことができる施設になっているというところでございます。ただ、体験施設がメインなんですけれども、それだけじゃなくてですね、スイッチングシアターという、まあ、シアター施設がございます。こちらではスイッチング、つまり心のスイッチを切り替えるっていう意味合いでですね、映像を見ていただいて、まあ、学習でちょっと今すいませんコロナで閉じてるんですけれども、こんな感じになっています。はい、体験の学習だけではなくてですね、心の動きみたいなものを大事にして、防災の教育を行っていくというようなコンセプトもございます。で、コロナ禍にはあるんですけれども、手を触れずに体験できる設備ですとか、そういった、クイズとかですね、そういったものも、用意しておりますので、今
開館して体験することもできます。はい、ちょっとですね、一箇所、地震の体験のところを見てみましょうかね。はい、一応こういう形でですね、まあ、地震の体験、いわゆる、地震体験装置なんかもございまして、体験することができます。でこちらがクイズですね。触らずに、体の位置で判断できるクイズなんかもございます。でこういった被災物というんですかね、そういったものも、実際に被災された方々から、まあ対応いただいたり、提供いただいたりとかして、見ていただく、まあ、埼玉県というのは去年はすごく大きな水害があったんですけれども、基本的には地震の災害とかがこうないとこう皆さん思われがちな場所でして、そういったことをですね、やっぱりこう県民の方々にもちょっと思っていただくと、命を守れなくなってしまいますので、そういうところも対応していきたいなと思っております。はい、それではちょっと急いで2階の方に行きたいと思います。よいしょ、すいません、失礼いたします、ごめんなさい。よいしょ、1階は体験設備がメインだったんですけども、2階は、展示フロアになっております。1階と違ってちょっと明るい雰囲気になっておりますので、こんな感じですね。はい、実際にどういう防災の、知恵があるかなとか、そういうことを学べる場所になっております。大きな絵巻物がありまして、これがメインになっております。これを見て、もしくは触ったり見たりして、また見ていただくと。ちょっと息切れてます、すいません。そういう施設になっております。はい、イベントに関しましても、年間では200回以上行っております。企画展示は、10テーマぐらいやっている状況で、あるものだけではなくて、ちゃんとこうイベントとか、そういった体験で、いろんなアプローチですね、深く学んだり楽しく学んだりしていただくということで、ある施設でございます。無料で入館できまして、体験も無料で可能でございますので、皆さんぜひお越しください。埼玉県防災学習センターでございました。ありがとうございます。素晴らしい臨場感のあるレポート、ありがとうございます。ちょっと楽しかったです。ありがとうございます。息切れちゃって、もう工夫してやってくださってありがたい限りですが、ちょっと1点だけ教えてください。はい、大変興味持ちました、はい。被災物の展示という現物がありましたが、はいはい、何の被災物ですか？こちらですね、東日本大震災の、津波の被害を受けた、地域からです。ね、まあ、そういったものを、まあ、集めて展示しておられる、気仙沼 の、 ミュージアムございまして、リアスアーク美術館さんなんですけれども、そちらの方にご協力いただきまして、現在その常設展示で使用していないものをですね、こちらの方ぜひ展示させていただきたいということで貸していただいたものですとか、熊本地震ですね、その時の被害に遭った方々から、まあ、直接ちょっと我々の方で、お声掛けさせていただいて、ぜひちょっと、こうやって心のね、動きっていうものを皆さんに体感していただくために、展示させていただけないかということで、まあ、対応したりとかいただいたものでございます。なるほど、ありがとうございます。ちょっとこれはすごく事例としてなるほどという、はい、自分家で災害 なくても借りてきたりしたらできるんだということで、結構新鮮な感じでございました。ありがとうございます。では引き続きまして、ありがとうございます。今度は横浜、はい、ありがとうございます。横浜に行きます。横浜市民防災センターの木村さん、よろしいでしょうか？はい、これより横浜市消防局横浜市民防災センターの発表を行わさせていただきます。では次へお願いいたします。私は横浜市消防局横浜市民防災センターの木村翔太と申します。よろしくお願いします。次にお願いいたします。横浜市民防災センターは市内唯一の体験型防災学習施設として横浜市消防局が運営を行っています。また消防音楽隊の活動拠点でもあり、コンサートなどを行い親しみやすい防災啓発を行っています。さらに市内全域の災害に対応する特別高度救助部隊も配置しています。お願いいたします。その他にも大規模災害時の帰宅困難者一時滞在施設として備蓄品の管理点検等も行っています。また民間のカード会社と連携して地域のコミュニティの場となっている防災カフェをオープンし、民間企業や学校などと連携事業を行うほか、歳入確保を目的とした広告事業も展開しています。
次へお願いいたします。令和元年度には防災 VR を専門学校と共同制作しています。消防局だけでは難しい取り組みも実現できるなど可能性は無限大であると考えています。次へお願いします。横浜市民防災センターで体験できる内容についてお話をさせていただきます。当センターでは地震火災体験ツアーと風水害体験ツアーの2つの60分ツアーを用意し、ご来館いただいた方々のニーズに合わせたプログラムの提案を行っています。また体験プログラムでは防水訓練など13種類の災害に役立つテクニックや知識を実際に体験しながら学んでいただくことができる内容となっています。次へお願いいたします。近年甚大な被害をもたらしている風水害に対して横浜市では逃げ遅れゼロを目指してさまざまな啓発を行っています。その一環として前のスライドでお話ししました風水害体験ツアーを9月10日から開設いたしました。プロジェクションマッピングを使用した災害の疑似体験をした後、適切な避難行動を映像で学んでいただき、最後に警戒レベル別で一人一人の避難行動を整理するマイタイムラインを作成していただきます。次へお願いいたします。繰り返しにはなりますが、逃げ遅れゼロを目指して風水害啓発をより一層充実させていきます。次へお願いいたします。ここからはコロナ禍での状況についてお話をいたします。クリックをお願いいたします。当施設では3月から5月までの3ヶ月間臨時休館をしました。緊急事態宣言の解除を受け、6月1日に開館しましたが、感染防止対策というこれまで前例のない課題への対応が求められました。クリックをお願いいたします。保健所と調整し、施設内の立ち入りを予約を取っていただいた方のみにすることや、体験ツアーの受け入れ人数を通常より半分として、来館者一人一人の距離を保つようマーキングなどで工夫しました。写真にあります通り、検温、手指消毒を徹底していただくこと、万が一来館者の中で陽性者が出た場合に備え、個人情報を収集すること、また館内の常時換気、体験ツアーごとの施設消毒の徹底などを行っています。次へお願いいたします。当センターでは実体験を通じて楽しんで防災について学んでいただくことが重要であり、多くの方に来館していただくにはどのようにすればよいのかを考えていきました。クリックお願いします。しかし長期間の休館を余儀なくされ、また開館後もなかなか来館者が確保できない中、最大の課題は十分な防災啓発ができないというものでした。クリックお願いいたします。防災啓発ができないという課題に対して何ができるかっていうのを考えていく中で、新たな防災啓発の形が見えるようになってきました。次へお願いします。これは動画による防災啓発です。次へお願いいたします。防災学習や救急業務の啓発、消防音楽隊の広報などを目的として、防災チャンネルを YouTube などの SNS で配信しました。クリックお願いします。動画制作は職員がすべてを行い、防災に興味を持ってもらうため、楽しめる動画となっています。ぜひ、当センターのウェブサイトへアクセスしてみてください。次へお願いいたします。もう一度お願いいたします。今回、これまで経験したことがない状況の中で、開館しても大丈夫なのか、など不安に感じたことがありました。次へお願いいたします。その中で、他の施設がどのような対応を行っているのか、情報を収集する必要がありました。次へお願いいたします。他の防災施設の皆さんと横のつながりをこれまで以上に強く持ち、施設の運営方法や新たな取り組みなどを共有することにより、良い防災啓発が実施できると思います。今後はより一層情報共有をしていければと思います。よろしくお願いいたします。次へお願いいたします。そして最後に、このような機会を作ってくださいました人と防災未来センターのご担当者の方、ありがとうございました。今回皆さんの状況を知ることができ、今後の施設運営に生かしていきたいと思います。以上で横浜市消防局横浜市民防災センター木村の発表を終了させていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございます。皆さんお礼は省略していきましょう。すみません、ありがとうございます。ちょっと一点、木村さんに、これ消防系のね、消防施設、消防組織からが作られてる施設ですけど、はい、拝見したらものすごいこのクリエイティブな感じがいたしまして、それは全部消防の皆さんがされてるって今おっしゃってたんで、はい、すごいと思ったんですけど、はい、その本当はそのこの施設に配属されるとかの予定がない消防の方々で全部編成されてるんですか、スタッフは。そうですね、人事異動なので、うん、この防災センターに配属されるかは分からない状況となっております。ですよね。ですから、はい、救急隊救助隊を経験して今、ね、防災センターに来ています。すごい、これはまた一つ素晴らしい事例を拝見しました。特に YouTube で今見れますけれどもね、あれも全部、僕はちょっとやっぱりそういう専門職の方を外注されたりという面があるのかなって思ってたんですけども、そうでもなさそうで、全部消防の皆さん内部でっていうのは、これ一つまた勉強になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では続きまして、次は静岡に行きます。静岡県地震防災センターの殿岡さん、お願いいたします。はい、静岡県地震防災センターの殿岡です。よろしくお願いいたします。平成30年の3月まで静岡県の危機管理官をしておりまして、4月から現職を務めております。次お願いします。はい、当センターは平成元年4月に、地震防災に関する啓発あるいは人材育成、情報発信、関係者の交流促進等を目的に、開館をいたしました。開館から30年が経過いたしまして、施設が老朽化しているということ、地震、津波のみならず、近年は風水害、土砂災害、火山噴火等災害が多様化、激甚化していることから、まあ、あらゆる災害に対する対応を見せて、展示の全面開始を行いまして、6月2日にリニューアルをいたしました。次お願いします。リニューアルにあたりまして、風水害あるいは火山災害コーナー、ゾーンを設けるなど、従来の展示面積から 1.5 倍の展示面積となりました。まあ、風水害につきましては映像であるとかあるいは水実験模型、まあ、エンリバーであるとかあるいは解説パネルを通じて、雨の取り仕組みであるとか、過去の災害であるとかどのような備えをしたらいいかということが学習できます。それから、火山噴火につきましては火山災害につきましては富士山のプロジェクションマッピングがこれによりましてですね、噴火した時の溶岩流の流れであるとか噴火現象について、知っていただき、取るべき行動などについて学んでいただくということになっています。次お願いします。地震津波ゾーンでございます。ここにつきましては富士の国防災シアター、240インチ 5.1 チャンネルサラウンドシステムということで、映像と音響それから床振動で静岡県の自然の恵みと脅威あるいは過去の災害について学んでいただくことができます。それから地震体験装置では、南海トラフの想定の地震の揺れをですねあるいはそのいろんな各地での地震の揺れを、津波の等の映像とともに、疑似体験いただくことができます。その他ですねいわゆる、耐震化であるとか、家具の固定それから備蓄、発災時の行動、避難生活についてですね、壁イラストであるとかあるいは、滝割りパネル、ジオラマ等で学ぶことができます。次お願いします。コロナ禍における取り組みですけれども、当センターはですね、まあ、体験型の施設が多いということそれから、イルストラクターによる解説案内、アドバイザーによる講話であるとか相談対応というものを特徴としております。ということでいわゆる3密を避けるということから、事前予約制にいたしまして、まあ、個人団体とも、予約をしていただいて、人数制限をして、ご来館いただいていると
来館していただく方には、まあ手指の消毒であるとか、マスクの除去をお願いしまして、手すりとかですね、手の触れるようなところについては随時消毒を行うというような体制をとっております。それから、次お願いします。新型コロナウイルスに関する影響ですけども、いわゆる2年、平成2年の3月末にですね、オープンを予定しておりましたけれども、6月2日のオープンということで、オープンがまず遅れました。それから主催する防災講座等のイベントについては、8月まで見送っておりました。で、9月からですね、オンラインなどを活用しまして、実施をしている、順次実施しているということでございます。来館者ですけれども、本来であればですね、4月にオープンするとかの6月になったというようなこともありまして、いわゆる、当初の目標に対して、14% にとどまっております。まあ、来館者にアンケートをしておりますけれども、当施設の印象について非常に良い、あるいは良いという回答がですね、98% を占めております。まあ、来館者の方には満足していただけているということでございますので、ぜひ皆さんお支えの合わせの上、予約をしてですね、ご来館いただければと思います。以上であります。はい、ありがとうございます。なるほど、また勉強になりました。1点だけ教えてください、リニューアルで面積を 1.5 倍に広げたっておっしゃったんですけど、はい、建物自体が拡張されたんです、はい。いや、建物は従来と同じものを使っておりまして、まあ、建物がですね、いろんな、機能を持っている部分がありました。例えばですね、平成元年当時はここで防災活動ができるということで、風呂とかですね、水事、そういうことができるような施設にもなったんですけども、実際上も老朽化して使っていないということで、そういうところを、まあ、展示面積とするとかいうことで各工夫をしてですね、1.5倍にしております。ありがとうございます。なるほど、よくわかりました。まあ、いわば今リニューアルで最新のこの展示ですね、防災啓発がここに誕生したという形になっているかと思います。どうもありがとうございました。はい、では続きまして、さらに大阪に行きます。大阪市立阿倍野防災センター、徳田さん、お願いいたします。はい、どうも皆さんこんにちは。私は大阪市消防局予防部地域担当課長の徳田と申します。どうかよろしくお願いいたします。私からは大阪市立阿倍野防災センターのご紹介をさせていただきます。それでは一番最初のスライドをお願いします。この阿倍野防災センターは阪神・淡路大震災を教訓に、災害に強い街づくりを進めていくことを目的に平成16年に開設されました。オープン後15年を経過したところで、東日本大震災や熊本地震をはじめとする近年発生した災害の教訓を取り入れた学習内容への変更と、老朽化した設備や システム機器を更新するために、昨年ですが平成31年4月に阿倍野タスカルという愛称をいただき、リニューアルをいたしました。この阿倍野タスカルは、今後発生するであろう 大災害に備えるために、自分の住む地域の特性に応じた災害危険を認識することで、自分に必要な技術を選択し、体験を通じて学ぶことができる体験型の防災学習施設となっております。高さ6メートルの巨大スクリーンによる、シアター映像や、災害発生直後の街並みの再現により、災害の恐ろしさを、リアルに体感しながら、消火、避難、そして救助といった、災害時に必要な一連の行動をツアー形式で体験学習することができます。それでは主な体験コーナーの説明をさせていただきますので、写真の方をよろしくお願いいたします。まず最初に映し出されておりますのは、大阪防災ステーションです。
大阪市全域の被害想定を円形画面に映し出された映像で直感的に感じていただき、手元の端末で地域特性に応じた災害危険を学ぶことができる装置になっております。次をお願いします。次をお願いします。次の写真をお願いします。はい、こちらでは市民の方が、消火技術を学ぶ施設になっております。次をお願いします。はい、この写真は瓦礫の町です。大地震に見舞われ被害を受けた町の状況を実寸大で体感し、2つの余震体験により災害発生直後の町に住む危険を学ぶことができます。次にお願いします。はい、こちらは、震度7体験を紹介いたします。起震装置と映像により過去の大地震や南海トラフ巨大地震により想定される揺れを体験し、地震の怖さを知るコーナーになっております。次をお願いします。この他にも、盛りだくさんな、消火や救助を学べる体験コーナーがございますので、ぜひとも、お越しください。最後に、次にコロナ禍におけるアベノタスカルの取り組みですが、ホームページ上に来館されなくても、自宅や学校で職場などでも各コーナーの体験内容が学べるように、ホームページ上に助けると学ぶと名付けた公式 YouTube チャンネルを、開設し、充実させたりをしております。また子どもたちが楽しむことができるペーパークラフトや塗り絵などをダウンロードできるコンテンツも作成し、ホームページ上に、掲載しております。我々の阿部の、大阪市立阿部の防災センター阿部のタスカルは異常なような施設になっております。ぜひとも阿部のタスカルのホームページをご覧いただき、コロナが収束した暁には、大阪市立阿部の防災センター阿部のタスカルへお越しいただきますようによろしくお願いいたします。どうもご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。1点だけ、タスカルって楽しいお名前つけてます。はい、あれはこうあの正式名称じゃないんですか？あれは相性、はい、面白いですよね。タスカル、はい、アベノハルカスにかけてですよね。ハルカスから流れでタスカルにされたんですよね。まあ、近くにあるということもあるんですが、そうですよね。最新の防災知識や、技術を体験学習することで災害発生時には助かる人となり、そして大切な人を助ける人となってほしいという消防局の思いがこのご発案はどなたがされたんですか？あの名前になります。ご発案されたのは消防局の皆様ですか？はい、市民からも力をお借りしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では次に行きたいと思います。いよいよ市どもの人と防災未来センターご紹介させていただきます。今井さん、よろしくお願いします。こんにちは、人と防災未来センターの今井です。よろしくお願いします。プレゼンを始める前に、本日の災害伝承ミュージアムセッションにご参加いただいた8施設の皆さんに心から感謝いたします。ありがとうございます。また冒頭平林から発表したアンケートにご協力いただいた50施設の皆さん、ありがとうございました。さて、自己紹介ですが、私は兵庫県庁の職員で、人と防災未来センターに出向しています。以下、略して人防と言いますが、人防が2002年にオープンして18年になります。私はこの施設に縁がありまして、通算10年目の人防勤務になります。今日は、ウィズコロナ時代の課題と展望というタイトルでお話しさせていただきます。次お願いします。人防ができたきっかけは、25年前の1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災です。神戸市を中心とした地域で6434人の方が亡くなるという大きな被害が出ました。次お願いします。人防の外観です。西館と東館の2棟の建物となっています。西館は
ガラスの立方体という特徴のあるデザインです。次お願いします。施設整備・改修の経緯です。現在、東館3階の展示リニューアル工事をしています。2021年度にオープンの予定です。オープンしましたら皆さんぜひお越しください。入館料は大人600円、大学生450円、高校生以下は無料です。なお、毎月17日は無料で開館しています。次、お願いします。ヒトボーが立地しているのは、ハット神戸という震災後にできた新しい町です。神戸市の中心、三宮から JR や施設で東に一駅が最寄り駅になります。次、お願いします。ヒトボーは、兵庫県立の施設です。運営は、県の外郭団体の兵庫震災記念21世紀研究機構が行っています。阪神・淡路大震災の経験を語り継ぎ、教訓を未来に生かすがミッションとなっています。次、お願いします。このミッションを果たすため、ヒトボーには6つの機能があります。まずは展示です。西館は阪神・淡路大震災の経験と教訓の発信、東館は1階で東日本大震災の被災地の 3D 映像を上映しています。リニューアル工事中の3階は、災害時に自ら判断して行動するための知識を学べる展示になる予定です。次、お願いします。2つ目の機能は、震災資料の収集保存。3つ目は、若手研究員を採用して災害対応に役立つ実践的な防災研究、4つ目は自治体の防災担当職員への研修、5つ目は災害発生時には研究員を被災地に派遣して災害対応の助言をしています。6つ目はハット神戸大の関係団体との連携です。次お願いします。1月下旬に国内で、感染者が発生したことを受けまして、団体予約のキャンセルが出始めました。2月には相当数のキャンセルが発生してしまいました。3月3日には神戸市内で感染者が発生したため、午後から臨時休館することになりました。次、お願いします。はい、3ヶ月休館し、6月2日から開館運営を再開しました。マスクの着用ですとか、検温のほか、3密を避けるさまざまな対策を行っています。8月からは、館内のボランティアの活動も徐々に、始めました。次、お願いします。オンラインの活用事例です。コロナの影響で学校の夏休みも短縮になりました。毎年恒例のイベント、夏休みの防災未来学校も期間を短くしてオンライン配信を中心に開催しました。手探りでのチャレンジでしたが、防災ワークショップ、研究員によるセミナーなど22のプログラムを実施、YouTube の、視聴回数は合計で7000回を超えています。次お願いします。最後です。もう一つの事例紹介です。ハット神戸は震災後にできた新しい町ですので、町の祭りといったものがありませんでした。それで首都高が中心となって住民の交流と町のにぎわいづくりのために2016年からハット神戸減災サマーフェスを毎年8月下旬に開催しています。縁日のように屋台を出したりステージイベントを実施してきました。今年はコロナのために8月29日に配信でライブ配信で実施しました。オンライン参加のゲームや神戸ゆかりのアーティストによるトーク&セッションを実施、 YouTube の視聴回数は1200回を超えました。でも、今日みたいにオンライン配信は費用も労力もかかりますし、通信の安定性など心配事もあります。 YouTube の視聴回数は直接入館料の収入にはつながりません。でも何もしなければ忘れられてしまう。コロナが収束してまた全国からヒトボーに来館していただけるように、ヒトボーはチャレンジを続けていきたいと考えています。防災国体2020への参加もその一つです。私からは以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということでしたが、最後今日のプレゼンのをいただきます。よろしいでしょうか。熊本地震ございましたが、
今になりまして、やっとこの震災以降とか我々のミュージアム施設的なものの整備が進みつつあるということですので、今回お願いしました、ぜひということで、熊本地震震災以降に関して高岡さんお願いいたします。熊本県の高岡と申します。私の方からは、熊本地震の震災ミュージアムについてご紹介した後、そのうちの一つで今年の8月に一般公開を開始しました震災以降であります旧東海大学阿蘇校舎及び地震地表地震断層についてお話ししたいと思います。スライド1ページをお願いします。熊本地震の経験や教訓を学び伝承することなどをコンセプトに、県内8市町村と連携して震災ミュージアムの取り組みを進めているところです。飛ばして3ページお願いします。震災ミュージアムの形態としまして、広く点在する震災遺構や自治体の情報発信拠点などをつないで広域的に巡る回廊形式となっております。それぞれの遺構や拠点の整備を経まして、これからミュージアム全体としてより充実を図っていく予定です。ちょっと飛ばして7ページをお願いします。こちらが、ミュージアムの中核拠点となります。県が整備する旧東海大学阿蘇キャンパス、そして、県庁内の県防災センターでございます。令和5年度のオープンを目指しております。旧東海大学阿蘇キャンパスの方ですが、イメージ図の左奥の方に白い3階建ての建物、手前の方には平たい茶色の建物がご覧いただけると思います。ちょっと手前のは独特の形をしておりますが、白い建物の方が今公開しております旧東海大学の被災した講義棟でございます。手前の建物はまだ現時点では建っておりません。ここを令和5年度までに体験展示施設として整備する計画でございます。次飛ばして9ページをお願いします。こちらが震災以降であります講義棟及び地表地震断層の保存工事前後の写真です。左側の地震直後の写真で青いシートをかぶせているところにおよそ50メートルにわたって断層が現れました。10ページお願いします。この断層のうち25メートルを保存工事を行って公開しているところです。次11ページお願いします。建物の方も多数の亀裂が走り、鉄筋がむき出しになっている柱などもご覧いただけます。ここでは地表地震断層とその上にある建物の被害を一体的にご覧いただくことができます。ちょっと9ページに戻っていただけますでしょうか。はい、校舎の後ろの方、鉄塔の奥の方に山が見えると思うんですけれども、こちらの後ろの山は地震の際に大規模な崩壊が起こったところでございます。ここに来ていただくと阿蘇の広々とした雄大な自然を感じつつも、またその様子を変えた熊本地震の凄まじさというものも同時に感じ取ることができると思っております。8月の公開から2ヶ月で、およそ4000人を超える方々に今ご来場いただいたところです。現地では管理スタッフ兼案内人兼さらに語り部として地元の方に入っていただいております。東海大学の学生寮を経営していた方々など大学に対してとても思い入れの深い方々もたくさんいらっしゃいます。新型コロナの影響に関しましては、当初は4月オープンだったものが8月に伸びたりと少なからず影響はございましたが、建物自体は施設自体は屋外ですので、そこまで大きな支障は今のところないかなと考えております。ただこれから整備する体験展示施設ではそこも十分に踏まえて検討を進める必要があると考えております。
実はちょうど今日10月3日が、熊本地震の後に通行不能になっておりました阿蘇方面の国道などが開通する日でございます。まさに今ちょうど開通しているぐらいだと思いますけれども、来年3月頃には地震で崩落した阿蘇大橋というところも開通予定です。ぐんとアクセスがしやすくなりますので、皆様にもぜひ熊本を訪れていただきたいと思います。以上でプレゼンを終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。熊本地震になるほど今やっぱり復興が進みつつあって、その道がやっとオープンするタイミングと迎えているというお話も伺いました。それで、まあ、この我々の中ではやっぱり一番新しく災害を迎え、そしてそれの後復旧復興を進めて新しいミュージアムも整備されつつあるという最新の状況をお伺いしました。プレゼンいただいた皆様、本当にありがとうございます。無事に一巡いたしまして、ちょっとトラブルもございましたが、時間がですね、やっぱりちょっと押し気味の、本当あと残すところわずかになりました。1時にはこのセッション、きれいに配信が終わるそうですので、その直前で終わるように、残りの時間は皆様で少しやり取りをさせていただきたいと思います。とはいってもあまり時間ございませんので、いくつかの議題をに、まあ、なんとなく全員一言ずつも言えないかもしれませんが、思うところある方に発言いただくような形で過ごすことになるかと思っています。その前に、まあ、僕が進行役で取りまとめ、あとは今日は せっかく大勢の方もし見ていただいてても、見ていただいている方のご質問と受け入れられませんので、この今つながっている皆さんの中で少しでもやり取りできればと思います。先に今この登壇の皆様で、もし誰かこのメンバーの中で誰かに聞きたいこととか、もし思い浮かんでいる方がいたら、それはしていただきたいと思いますので、今思い浮かぶかどうかちょっと頭を回していただいて、あったらもう手を挙げてください。なかったらいいんですけれども考えててくださいね。僕からでは2つぐらいテーマを振らせていただきます。いろんな立場の施設、成り立ちも規模も時間軸的にも違う皆様ですが、まあ、コロナのこの状況を迎えたということでは共通しています。で、そのことで、まあ、どうだろうかというあたりを少しみんなで議論的に意見交換程度かもしれません、させてください。まずですね、一つ目はオンライン配信とかオンラインを有効活用できるのかということに、頑張った側の方がやってみてどうだったかっていうのをもう少し、先ほどのプレゼンはいただいたんですけど、ちょっともう一言ずついただきたくて、実感ですね。今先に誰にお願いするか言っちゃうとのが準備できると思いますので言っておきますけども、気仙沼の佐藤さん、 VR のことをおっしゃってましたので、ちょっとご準備ください。それから、横浜市さんも YouTube 配信頑張ってされてるということで、その感触をもう少し、そして人と防災未来センターも、安倍の防災センターさんも YouTube を利用されてるというのがありましたので、そのあたり一言ずつ実感をですね、うまくいってることとか、まあまあやってたんだけどどうかなみたいなことも含めてお伝えいただけることをお願いします。まだ振りません。その後は逆にですね、リアルな現場で頑張っていらっしゃって、人数制限少なくなったんだけどこういうことを取り組んで良かったことを感じている方がいらっしゃると思うんですね。それを次には2つ目として伺いたいと思いますので、ご意見ある方はちょっと心づもりお願いします。ということで、じゃあ 最初のご質問、VR をされた佐藤さん、オンラインの方にそれぞれ伺っていく最初にですね、佐藤さんどうですか、 VR をホームページにアップされた感じといいますか。はい、やはりですね、コロナ禍の中で、先ほどご説明した通りですね、外出自粛をしている方々がこの伝承館をやはり見たいと、そして今やはり皆さんも感じていると思うんですが、やはり修学旅行とかのですね、
団体旅行の方々がこちらに来れない、来られない方がその VR を見て体感してもらう、それがやはりヒット数というかですね、かなり見ていただいてます。そして一番はアメリカのシカゴの方がかなりの、ヒット数として見ている。ですので手応えはあるのかなと思ってます。シカゴの方が何か見てるんですか？なぜかシカゴで流行ってる。そうですね、市町村別のですね、まあヒット数というか、誰が見ている、どこの市町村の方が見ているかというのを、まあね、まあ、毎月こう見ているんですけども、そこの中に27位にですね、シカゴというふうに出ます。面白いですね。なるほど。じゃあその、やっぱりそれは、まあ、僕なんか、一つの考え方では、VR でやっちゃったらもう行かなくていいやっていうぐらいリアルに見ちゃったから、見ちゃった気分になって現場に行かないような可能性っていうのは、どんな感じで実感としてはありますか？はい、私たちもそれが最初は不安だったんですけども、この VR をこの外出自粛中に見て、そして6月2日からここ開館した時にですね、京都の方がですね、真っ先にここに来て、やはり現物をやはり見たい。そしてさらに移行だけではなくて、伝承館内のですね、映像とか、最後に見ていただく梶原裕太君の、当時それを 見たいということで、多くの方に来ていただいております。ですので最初は不安だしだけども、やはり結局はですね、現物を見たいと、そしてうちの方はありのままの姿が見れますので、現物が見たいということで来ていただいています。ありがとうございます。よくわかりました。では短くてすいません、他にですね、横浜市さんと大阪市安倍の防災センターさんに順番にご発言いただけますでしょうか。木村さん、まずお願いします。はい、YouTube を配信したんですけど、消防局だけではなくて、これまで関わりのあった企業の方々にも楽しかった、学ぶことができたという意見をたくさんいただいているので、反響はすごくあったと思っています。また小学校向けに学べるキッズ防災教室というものを作成しまして、そちらも小学校の方に配って、学んでいただくものが取り組んでいますので、そちらも大変好評をいただいております。思った以上にこう反響が高くありますか？はい、開館した後も動画を見たよっていうようなきっかけで来館してくださるお客様も結構いましたので、すごく反響があったと感じています。はい、ありがとうございます。大阪阿部の防災センターさん、お願いしていきますか。はい、私どもも YouTube で館内の体験コーナーの、映像を配信させてもらってるんですが、まあ、正直なところ思った以上に視聴回数が伸びないっていうところ、まあ、これをどうしていくかっていうのが今の課題ということで考えておるんですが。なるほど。逆にうまくあんまり実感がないはですね、これからもっと頑張れるかどうかという。わかりました。じゃあ最後にひとぼう今井さん、お願い。よろしくお願いします。ひとぼうでは毎年実施してきた夏休み防災未来学校というイベントを、今年はオンラインで YouTube を使ってやりましたが、すべてをライブ配信でやるというのはいろんな制約があってなかなか難しいので、ライブ配信に加えて収録したものを動画配信しました。今度は10月31日にオールハット2020という防災訓練をオンライン配信を使って実施する予定です。これもライブ配信と後からいつでも見られる動画配信を組み合わせてやろうと考えています。すみません、オンラインで訓練ができるかっていうのをですね、まさに次の作業で僕がいたします。これはシェイクアウトから始まるとこを、通常はこの地域だけでやってたんですけど、みんなやろうってオンラインから声がけしますので、皆様もぜひです。その日ご協力いただけたら、ちょっと参加いただけますので、ご検討ください。他にオンラインのことで何か一言言いたいことある方いますか？オンライン的な IT を駆使したことで。もしいたらご発言いただければと思うんですけど。大丈夫そうですか？はい。もしどうしてもになったらもう時間なくなってきましたけど、言ってくださいね。何かご質問ある方いますか？これがちょっと最後のチャンスになるかもしれません。ご質問のある方いらっしゃいます？
皆さんどなたでも何のテーマでも結構です。これも大丈夫そう。そしたらですね、最後多分これで終わりに向かうことになりますが、逆にリアルの現場、自分たちの施設、施設に人に来ていただくことをこのコロナ禍に進めたことで、実感したようなお話をいただきたいと思うんですけども、どなたでも結構です。こんなことがあったよとかありましたら発言いただきたいんですけど、ない場合は振らせていただきます。中川さんありますね。ちょっとよろしいでしょうか。はい、今リアルでっていうことで石巻から中継してるんですけど、まさにちょっと見えるかな、この私の後ろで多分案内して回ってるところなんですけども、まあ、企業さんがこう、ツアーに来ていただいて回ってまして、やっぱりその館だけの、パワーでは足りないっていうことで、実はやっぱり災害のミュージアムっていうことは箱だけじゃなくてその外側っていうのも、まあ、被災したところは、そこも知っていただく場所なので、それを知りたいっていう方とつながって、ようやくなんかコロナの中でもちょっと来ようっていう人が来てくれたっていうのはすごく特徴的なところがあるので、やっぱりその、まあ、フィールドミュージアムとかですね、ジオパークとかってやっぱりその地域と一体となったそのミュージアムっていうのは、やはり災害伝承のところでもものすごく大事なのかなと思いますのでね、なんか皆さんと学び合いながらやっていければなということをちょっと一言付け加えさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。こうやってリアルな現場を持ちながら、このオンラインの活用も合わせてやっていくという姿を今日も示していただいて、大変ありがたく思います。他の方、何か思いつくことはありますか？では、積極的にない場合はお時間がギリギリでございますので、今日のレポートをアップさせていただいています。そこの中に、いろんな言葉があるんですけども、現場でうまくいった事例というのも結構いくつかありますので、ぜひお目通しください。で、ほぼほぼまとめに、はい、何かありますか。一言言いたい方いたら 今チャンスです。最後なかったらまとめて終わってしまいたいと思います。大丈夫そうでしょうか。そしたらですね、ちょっと今日のまとめ的に僕の方で、お話しさせていただきたいと思います。まずそのオンライン活用ということがどうしても視野に入りますが、これから長期間ですね、いろんな実験しながらうまくそれを取り入れた施設運営を考えていくことがそれぞれの方に必要になると感じてます。でうまくいけばいいんですが、なかなか困難もあるかもしれない。そういうものを経験者のこのような声をですね交換しながら、あるいは本当の技術的アドバイスとかもお互いにし合いながら、いい方法を編み出していけたらいいななんてことを思います。もう一つその横でその気がつかされることがあってですね、仮にその参加者数のみでオンラインで実際来てたくださってた方、これ僕らの実感、ワークショップに20人とか40人をお招きして1回やってたことがもうできなくなったんで、置き換えてオンラインでうまくいけば見てくださった人は100人200人300人もっと伸びていくかもしれないというようなことで、数だけで言えばそういうことで達成させられるかもしれない可能性があります。ただし一方でその横で、そしてそれでいいということにしてしまうと、じゃあリアルな現場では我々何をしたらよかったんだろうということで、今まで通りのことはやりにくいかもしれないときに、人数を削減し半数にさせてまでやるべきことというのは一体どんな中身だということで、そのソフトの質というものはやっぱ今まで以上にシビアに問われるような実感が自分自身あります。逆に言うと、今までなんかなーなーで、まあやることになってるからやってきたことみたいなことがあるとしたら、それが本当に本質的なやるべきことを達成するで良いことができてたかどうかをもう一回今見直させられて、見直しをした上で次の新しい形にこう発展させた形でのリアル会場でのお届けの仕方とかをやっぱりこれから知っていかなきゃいけないのかなというようなことを自分は実感しているところです。で、幸い我々このオンラインの時代を迎えて、このように全国つながることが非常にしやすくなって
ためもありますので、ぜひそのような意見交換から今後もさせていただければと思います。ということで、もうそろそろ終わりに向かいますけども、最後にこの我々がネットワークすることの意味みたいなこともあるかと思って、そのあたり一言申し上げて終わりにしたいと思いますけど、まあ成り立ち、我々の施設の成り立ちはそれぞれ皆さん何かの災害があってのことであったりとか、行政の防災の進め推進の中で取るということあるんですけども、共通していることとして我々やはりお客様を日々招く立場、お客様に対して何か発信し啓発していく立場ということでは共通しています。そしてその何かの災害を起因にしていることも、それがなかったとしても、もうここから5年10年時間が過ぎる中では、もういつ誕生した施設であるかも問わず、みんな目指すミッションは結果とどのつまり根本的には同じことを目指しているというようなことが見えてくると思います。僕は一房に勤務して結局10年15年過ぎていく中で、そのことをすごく感じていて、これから新しくできる施設の皆様ともミッション根っこは一緒だということで、やっぱりつながっていて当たり前のような実感というのがございます。これは強引なネットワークを作りましょうということではありませんが、みんな兄弟姉妹のような感じで、なんとなく緩やかにつながって、いつも言いたいことやりたいことを言い合えるようになっていたら、きっとお互いのためになるというふうに、これから時間を歩めば歩むほどなっていくような気がしています。なので今新しく施設を作られようとしている熊本も東日本の皆様も、今これから立ち上げの大変な時期を迎えられると思いますけれども、ぜひ頑張っていただく中で、決してその地域だけのことではない、お一人だけのことではなく、みんなの支えがきっと背景には全国からあるというような形で、ぜひ頑張っていっていただければと思います。ということで、多分そろそろ時間になりますので、皆様に一言ももう言っていただくこともなく終わりますけれども、災害伝承ミュージアム防災啓発施設の皆様におかれては、ご視聴いただいている方もぜひ今後も引き続きよろしくお願いいたします。そしてそういう施設はやっぱり来館者がないと成立しませんので、そこで一般の方の視聴もとても大切だと思っています。その方々に支えられていきたいと思います。最後に、多分そろそろ終わりますけども、インターネットでこのページ出ますか、あれを上げておりますので、レポート上げておりますページでぜひご覧ください。多分そろそろ終わります。ここでさようならになると思います。時間がもしあれば、ご感想などメールアドレスを書いておりますので、ネットの方からぜひご意見ご感想、今後のことなどどなたからでもお気軽にいただければと思います。もう終わったかな、まだやっている。でご視聴いただいた皆様ありがとうございました。皆様手を振って、もし見てくださった全員にさようならみたいな形で、はい。